今日は上に行きずに暇してるやつらが多いな。親はなんて？一番街と八番上に。その課長の読み通り、犯人はアバラ。今日の夕飯はセブンスヘブンにしようかな。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。あ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド。そうだ。せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみる。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえば店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーファ、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの、戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは
顔。最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。まだ仕事中なんだろ。シャキッとしな。シャキッと。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ、常識だよ。ああ？チンピラに見せる品はねえ。いったいった。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺も挑戦してやる。一人じゃダメよ。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。
できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。ウェッジの経験だ。ティファちゃん気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの腕前に。私に任せて。終わり。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。何？よし、やっちゃおう。行くよ。
くそっちは任せる頑張るねがいればモンスターなんてもう怖くないねティファもな正直驚いたスラムに5年だからね自分の身は自分で守るさてこれはスラムの心得何番覚えるのかここで暮らすんでしょさあもう一息頑張ろついていけよしやっちゃおうはっそこ勝負ありそろそろモンスターは片付いたかなどうせすぐ湧いてくる後ろ向きだな束の間でもこの町に平和をもたらしましためでたしめでたしでしょそうかすぐに評判が広まると思うよさあビックスたちのところに戻ろうもう戻ったのかちゃんと倒したよ見渡す限り根こそぎさすがの早業っす助かったよ俺らもしっかり宣伝しといたぞそうらしいなだが一体どう伝えたんだまあまあ仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ剣の調子どうだああいい剣だなお前との絆を感じるああずっと一緒あクラウド何でもない村を出てからのこと聞きたいな退屈な話だそれでも聞きたいまだ時間あるし仕事探しがてらどう俺も行くっすウェッジはダメだええー、っウェッジ行ったまた今度ねひどいっすちょっとは気を使えよ幼馴染の久々の再会だろうが、仕事を始める前に新しい武器を調達すれば必要ない武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ行くだけ行ってみようガレキ通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ俺が脱却するはずだ武器屋覗いていかないかいスラムで暮らすなら一人に一人おいあんたどんなモンスターも倒す何でも嫌なんだって早速評判になってるみたいだとしたらさっきは悪かったよ武器が売れなくて気が立っててな仕事で武器が必要じゃないかと思ってよよかったらそいつを使ってくれよ詫び代わりだ強い奴が使えばうちの宣伝になるよろしくなああどうだ他のも見ていかねえか
見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。あんた真相回転なんでもやるんだって。見て見て、協力者。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。なんでも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、均整の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。
見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。ここには毎日いろんな相談が来るんだ。あんた、何でも嫌だって。あれ